日本のイベント。みなさん、こんにちは。今日は、日本のイベントについてお話しします。日本には四季折々のイベントがあり、これらは日本の文化や伝統を学ぶ良い機会です。日本のイベントを通じて、 季節ごとの楽しみ方や日本人の生活について理解を深めましょう。新年お正月。まず、新年について話します。日本のお正月は一年で最も重要なイベントの一つです。 新年は家族や親戚が集まる時期で、みんなでおせち料理を食べたり、お年玉を子供たちに渡したりします。おせち料理は、いろいろな料理が詰められたお重箱のことで、それぞれの料理には健康や幸運を祈る意味があります。初詣も新年の重要なイベントです。 初詣とは、年が明けてから初めて神社やお寺にお参りに行くことです。人々は神社やお寺で、新しい一年の健康や幸せを祈ります。また、おみくじを引いて、今年の運勢を占うこともあります。正月飾りとしては、角松やしめ縄、 鏡餅などがあります。角松は、松と竹を使った飾りで、家の入り口に置かれます。しめ縄は、神聖な場所を示すために使われ、家の玄関や神棚に飾られます。鏡餅は、神様に備えるお餅で、後に家族で食べます。 節分次に、節分について話しましょう。節分は2月3日に行われるイベントで、冬から春への変わり目を祝います。節分の主な行事は豆まきです。人々は鬼は外、福は内と言いながら、家の外に豆をまきます。 これは、悪いものを追い払い、良いものを迎え入れるための習慣です。また、恵方巻きという特別な太巻き寿司を、その年の恵方を剥いて無言で食べると、願い事が叶うとされています。恵方巻きは、7種類の具材が入った巻き寿司で、 これを丸ごと一本食べるのが習慣です。7種類の具材は七福神にちなんでおり、福を招くとされています。節分の夜には、家族みんなで恵方巻きを食べて、福を呼び込みます。ひな祭り ?3 月3日はひな祭りです。 ひな祭りは女の子の健康と幸せを祈るお祭りです。家庭ではひな人形を飾り家族でお祝いします。ひな人形は古代の宮廷を模したものでひな壇に飾られます。ひなあられやひしもちなどの特別なお菓子を食べながら 家族で楽しい時間を過ごします。ひな祭りには、白酒やちらし寿司も用意されます。白酒は、米と麹を発酵させた甘いお酒で、祝いの席で飲まれます。ちらし寿司は、色とりどりの具材を乗せた寿司で、見た目も華やかで、ひな祭りを彩ります。 花見春になると、桜が咲きます。花見は、桜の花を見ながら食事を楽しむイベントです。日本中の公園や川沿いには、桜の木がたくさんあり、花見のシーズンになると、多くの人々が集まります。 人々はシートを敷いて、お弁当を食べたり、お酒を飲んだりして、桜の美しさを楽しみます。桜の花見は、日本の春の風物詩です。花見では、お弁当の中身も重要です。定番の花見弁当には、煮物や焼き物、 天ぷらなどが入っています。また、団子や桜餅などの甘いものも花見には欠かせません。友人や家族と一緒に桜の下で食事を楽しむことが花見の醍醐味です。子供の日5月5日は子供の日です。この日は 子供の健康と成長を祝う日です。家庭では、鯉のぼりを飾り、かしわ餅を食べます。鯉のぼりは、強い恋が滝を登る伝説に由来し、子供たちが強く成長することを願って飾られます。 また、家の中には武者人形や兜を飾り、男の子の健やかな成長を祈ります。子供の日には、勝負湯に入る習慣もあります。勝負は、古くから薬草として使われてきた植物で、その香りは邪気を払うとされています。 勝負湯に入ることで、無病息災を願います。七夕。七月七日は七夕です。七夕は、織姫と彦星の伝説に基づくイベントです。人々は短冊に願い事を書き、竹に飾ります。 七夕の夜には、織姫と彦星が一年に一度だけ会うことができるとされています。七夕の飾りはカラフルで、美しい光景が広がります。七夕の食べ物としては、そうめんがあります。そうめんは、天の川に見立てた料理で、 冷たくてさっぱりした味が夏にぴったりです。また、七夕飾りには、紙で作った織姫と彦星の人形や、星や月を模した飾りもあります。夜になると、笹の葉に飾られた短冊や飾りが風に揺れる姿は、とても幻想的です。 お盆、8月のお盆は、先祖の霊を迎える大切なイベントです。多くの人々が故郷に帰り、家族と一緒に過ごします。お盆の期間中には、墓参りをしたり、仏壇に供え物をしたりします。また、盆踊りという踊りも行われます。 盆踊りは、地域の人々が集まり、無になって踊る伝統的な踊りです。お盆には、少量馬というキュウリやナスで作った馬や牛の飾りを作ります。これは、先祖の霊が馬に乗って早く帰ってきて、牛に乗ってゆっくり戻るという意味があります。 また、送り火や迎え火といった、霊を迎え入れたり送ったりする火を焚く行事もあります。秋祭り、秋には、収穫を祝う秋祭りが行われます。各地の神社では、みこしが担がれ、町を練り歩きます。これは、神様に感謝の気持ちを示すための行事です。 また地元の特産品が並ぶ屋台や伝統的な舞踊の披露なども行われます秋祭りは地域の人々が一緒に楽しむ大切なイベントです秋祭りではさまざまな伝統芸能が披露されます例えば獅子舞や能狂言などがあります 獅子舞は、獅子の形をした仮面を被った舞踊で、悪霊を追い払う意味があります。脳や狂言は、古典的な日本の演劇で、その美しい衣装や独特の演技が見物です。七五三 ?11 月15日は七五三です。 七五三は、三歳、五歳、七歳の子供たちの成長を祝う行事です。子供たちは、着物や晴れ着を着て、神社にお参りします。七五三のお祝いとして、千歳飴という長い飴をもらいます。千歳飴は、 子供たちの健康と長寿を願うものです。七五三の祝いには家族写真を撮ることも多いです。子供たちは普段とは違う華やかな衣装を着て特別な一日を楽しみます。また、祝いの食事にはお寿司や赤飯が用意され、 家族みんなで祝います。クリスマス、12月25日はクリスマスです。クリスマスは日本でも人気のあるイベントです。日本では、クリスマスは主に友人や恋人と過ごす日です。クリスマスケーキを食べたり、プレゼントを交換したりします。 街には美しいイルミネーションが飾られ、クリスマスの雰囲気を楽しむことができます。日本のクリスマスは、洋風の料理を楽しむことが多いです。ローストチキンやピザ、そして特別なクリスマスケーキが食卓を彩ります。また、クリスマスマーケットが開かれ、 ホットワインやクリスマス雑貨が販売されます。クリスマスは日本の冬を楽しく過ごすための素敵なイベントです。バレンタインデー2月14日はバレンタインデーです。日本では女性が男性にチョコレートを贈る日として知られています。 この習慣は、恋人や夫婦だけでなく、友人や同僚にもチョコレートを贈る義理チョコの文化もあります。バレンタインデーが近づくと、デパートやスーパーには様々な種類のチョコレートが並びます。手作りのチョコレートを贈る人も多く、家庭ではチョコレート作りが盛んになります。 この日を通じて、感謝や愛情を伝えることができます。ホワイトデー3月14日はホワイトデーです。ホワイトデーは、バレンタインデーにチョコレートをもらった男性が、そのお返しをする日です。日本独特の文化であり、 キャンディーやクッキー、マシュマロなどの甘いお菓子を贈ります。ホワイトデーには、チョコレートに対するお礼として贈るお返し文化が根付いており、贈り物を選ぶ際には相手への感謝の気持ちを込めることが大切です。この日もまた、 感謝や愛情を再確認する良い機会です。ハロウィン。10月31日はハロウィンです。ハロウィンは、もともと西洋の祭りですが、近年日本でも人気が高まっています。 子供たちは仮装をしてトリックオアトリートと言いながら家々を回り、お菓子をもらいます。また、大人も仮装してパーティーを楽しむことが多く、街中にはハロウィンの飾り付けが施されます。特に東京の渋谷や原宿では、大規模なハロウィンイベントが開催され、多くの人々が集まります。 ハロウィンは仮装とお菓子で楽しむ楽しいイベントです。まとめ今日は日本のイベントについて話しました。新年、節分、ひな祭り、花見、子供の日、七夕、お盆、秋祭り、七五三、クリスマスと、 一年を通じて様々なイベントがあります。これらのイベントを通じて日本の文化や伝統を学び、楽しむことができます。皆さんも日本のイベントに参加して素晴らしい体験をしてみてください。ご視聴ありがとうございました。 次回もお楽しみに。